ッシャー。愛で空が落ちてくる。You are shot。 俺の胸に落ちてくる。熱い心を鎖で繋いでも今は無駄だよ。邪魔するやつは指先一つでダウンさ。You are shot。 愛で鼓動速くなる。You are shot。 俺の鼓動速くなる。お前もただ彷徨う心今熱く燃えてる。全て溶かす無残に飛び散るはずさ。1990X年、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。水だ。食料もたっぷり持ってやがったぜ。世界は再び暴力の支配する時代になっていた。さて、取るもん取ったら偵察に戻るぜ。おう。あ、なんだあいつ。こっちに向かってくるぜ。気にするな。獲物が一匹増えただけのことだ。ちげえねえや。よう兄ちゃん、ここを通りたきゃ水と食料置いてきな。ない。本当か。じゃあ調べさせてもらうぜ。汚い手で触るな。なんだとこの野郎。うわ、この野郎、舐めたまにしやがって。死にたくなければやめておけ。バカめ、死ぬのはお前だ。なんだ、何の騒ぎだ。この男、仲間をやるぶっ殺してやる。アッシャー。No.
の仲間にこんな。ジド、こいつまだ息があるぜ。おい、どうした？何があったんだ？北斗、胸に七つの傷の男。なんだ今のは。北斗だと？一体何者だ。ただじゃおかねえ。おい、胸に七つの傷を持つ男を探し出せ。必ずだ。いいな。水を。なんだ、行き倒れか。ジードかもしれん。牢屋に入れておけ。またバカがどっち踏みやがったな。ありがとう、生き返ったよ。俺はケン、名は何というのだ。無理だよ、そいつはリンってんだけど、目の前で親兄弟を殺されて、それからショックで喋れなくなっちまったんだ。そうか、辛いか。大丈夫、動かないで。何したんだ。喋れるようになるおまじないだ。あとは彼女の心次第で喋れるようになる。大変だ、ジードの奴らが。おいリン、一緒に来い、お前も戦うんだ。あいつお前に行かれちまったみたいだぜ。自分が殺されると分かってるんで鍵を置いてきやがった。チートにかかっちゃ村の連中なんざ一分で皆殺しだからな。奴らの目的は多分俺だ。なんだって？お前一体何したんだよ。え、おい何やって。あっ、抵抗をやめろ。この村に胸に七つの傷を持つ男がいるはずだ。出てこんと
この小娘の首を引きちぎるぞ。お前が七つの傷の男か。邪魔だ、どけ。ほー、なんだ、ふざけやがって死にやが。ほー、これは北斗神拳。その昔、中国より伝わる恐るべき暗殺拳があると聞く。その名を北斗神拳。拳に全エネルギーを集中し、肉体の経絡飛行に衝撃を与え、表面よりむしろ内部からの破壊を極意とした一撃必殺の拳法。それが今ここに。やはり貴様か。俺たちの仲間をやったのは許さねえ。お前ら、この男をぶち殺してやれ。うん。剣などかほども効かんわ。ぶっ殺してやる。お前はもう死んでいる。何？娘の壺をしたのか。しかしすげえよ、ジードの連中を一瞬で。なけん、俺と組まないか。よう、待ってくれよ。俺パッとってんだ。なあ、待ってくれよ。北斗現れるところ乱ありと言ってな。剣は凛のいるこの村のために出て行ったのじゃ。わかるな、剣。ジジイ、後がなくなったな。助けてくれ。わしはこの種もみをどうしても村に届ければならんのじゃ。何？今ある食料はいずれ尽きる。
じゃがこの種もみがあれば毎年米ができるんじゃ。それがどうした。米ができれば食料を奪い合うこともない、争いもなくなる。今日よりも明日なんじゃ。なおさらその種もみを食いたくなったぜ。そんな、ご承知見逃してくれ。なあケン、あんな奴らに関わってねえで行っちまおうぜ。あ、バカ。おい、お前たち。え、なんだてめえは。その老人を助けてやれ。なんだと？てめえこのボウガンが見えないのか。あ、北斗神拳の前ではボウガンの矢など止まった棒に過ぎ。死にたくなければやめておけ。北斗だと？バカめ、死ね。おいボレが逃がすかよ。覚悟はいいか？死ねえ！北斗神拳、西真空派。あー！目が！俺の右目が！覚えてろ！必ず貴様を殺してやる！必ずだ！しろ、じいさん。ありがとうございます。この種もみを裏まで。わかった、行こうじいさん、あんたの村へ。まさかケン、やめとけよ。奴らはキングだぜ。この辺り一帯を制圧する凶暴な組織集団だ。そんな老いぼれになんでそこまで。今日より明日、久しぶりに人間に会った気がする。人間？あ、あれはミスミのじいさんだ。種もみが見つかったんだ。じいさん、着いたぜ。ありがとう、ありがとう。さあ、水でも飲んでいってくだされ。いいんだ、俺たちはもう行く。お、おいケン、人がいいにも程があるぜ。さなかは言う通りじゃ、せめて水だけでも。そうか、ありがとう。わしは、この種もみを村の者に渡してきます。しばらく待っていてくだされ。じいさん。ああ、明日が。キングだ、キングの奴らが。じいさん、じいさん、お前たちに今日を生きる資格はない。次は貴様の番だ。地獄に送ってやるぜ。次は貴様の番だ。
地獄に送ってやるぜ。北斗、残骸剣。これは708ある経絡飛行のうち遠いといってな。この指を抜いてから3秒後に貴様は死ぬ。そんな、待ってくれ。その3秒間に自分の罪深さを思い知るがいい。うわ、嫌だ。俺はまだ死にたくねえ。死にた、死に